こんばんは今日です今日の絵と歌と最終回の絵はイラストです昔本のカバーが挿絵カットなどの仕事をしておりました角川出版青春出版テレビガイドさんなどのお仕事をさせて いただいておりましたが、その頃の作品の中から、日本的なものを選びました。歌は、江戸小唄の中から、雪は心身です。小唄とシャンソンの共通点、言われることがあるんですが、確かに、愛を歌うこと、 語り的なところが多いことなど似通ったところがある気もいたしますでは春日流の「雪はしんしん」歌ってみたいと思います「雪をしん

これで今日の絵と歌とナンバー20を終わります。このシリーズはひとまずこの回でお休みいたしますが、私のもう一つの動画、Song and Art by 今日はもう少し続けていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。温かいご視聴誠に。 ありがとうございました。これからも一日一日をできる限り心豊かに過ごしてまいりたいと思っております。ではまたお会いしましょう。